BR-18 はシンガポールの ST ・カイネティクスが開発したブルパップ方式のアサルトライフルである。BR-18 の原型となるアサルトライフルは2013年のシンガポールエアショート2014年にパリで開催されたユーロセトリー2014で公開された。当初このアサルトライフルは BMCR の名称で知られており2012年の シンガポールエアショーで次世代コンセプトブルパップライフルとして公開されたアサルトライフルから発展したものであった。BMCR はシンガポール国防軍の主力小銃である SAR-21 の持つ欠点の解消とアムズプログラムへの適合を目的に開発され、2017年にはユーザートライアルが実施された。トライアルを終えた BMCR は 量産に向けた改良が施され、BR18 の名称で2018年のシンガポールエアショーに出品された。BR18 の設計は、同社製の SAR-21 から影響を受けているが、複数の改良がなされており、操作性も向上している。SAR-21 は、チャンバーの破裂事故が発生した際に、いての顔面を保護する、ケブラー材が、 レシーバーの左側のみにしか内蔵されておらず、安全性の観点から右打ちを前提として使用されていたが、BR-18 のレシーバーは全体が防爆性能を持つポリマー素材で構成されているため、左打ちや左利きの兵士による使用が容易になっている。また、BR-18 のハイサヤは銃の右前方に向かって行われるため、左打ちで使用した際にもに、 高温の空薬強が当たる危険性が少ない。BR-18 の重心は、ホコリや火薬のすすを引き作動不良を防ぐため、固体潤滑剤でコーティングされている。また、BR-18 は水辺での運用も考慮して設計されており、銃本体を水没させた後でも安全な射撃が可能である。ありがとうございます。